うまい。緊張してもしっかりちゃんと動きましたね。はい、じゃあもう一球いきましょう。あれ。もう一球どうぞ。ナイス。田中君、緊張しましたか？怖いですね。怖い。はい。緊張した時のコツをちょっとアドバイスしてもらっていいですか？お願いします。アドバイスしてください。あ、僕ですか？はい、あの視聴者の皆さんに。視聴者の皆さんに。やっぱり緩みやすくなるので、どうしても。そうやね。なるべく緩まないように、最初に構えた握りの強さとか、その辺も変えないように。うん、打つことが大事かと思います。はい、僕も一回やってみましょう。はい、この新製品で。あ、入った。外したか思った。打った後に緊張したわ今の。3球とも緊張しなかったんけど、2球目は打った後緊張した。1球目ちょっと強めでこっから入りました。2球目ちょっと弱めでこっから入りました。3球目はぴったりのタッチで打ってど真ん中から入りました。まあ、これぐらいの許容値があるってことですよ。カップっていうのは一筋じゃないんで、何通りものラインがあって、カップの幅で打っていけるので、そんなにビビらんでも1球目のタッチやったらどれぐらいで実際打ってたかっていうと、ちょっとカップ外して右端狙っていきますね。1球目のタッチはこれぐらいで打ったんですよ。2球目のタッチは同じように、右端狙って打つとこれぐらいで打ったんですよね。3球目は、右端狙っても入りそうなんで、もうちょっと右向いて打っておきます。3球目はこれぐらいで打ったんですよ。3球目はこの辺で止まるように打ったつもりなんやけど、ちょっと2球目と3球目この辺に来ましたが、まあ、何通りものラインをあらかじめ想定して、どの強さで打ったらどっから入るかっていうのをいかにイメージするかですね。振り幅を正確、同じとこに打ってるから、このタッチやったら毎回同じように外れてくれますね。入りました。このようにね、特に多くのゴルファーは速いグリーンの時に緊張されます。普段より速いグリーンの時に振り幅が極端に小さくなるので、緩んでしまったり、バックスイングが大きくなってここで止めに行ったりして、狙ったとこと違うとこにヘッドが出てしまったり、速いグリーンではほとんどのゴルファーの方が下りのパット緊張されます。まあ上りはね、上りは持って打てるんです。下りは外した時にどこまででも行くっていう恐怖感から体が動かんようになる。これをどうやって克服するか。まずは普段通りのアドレスですよね。で、グリップ圧も普段通りで、テンポも普段通り、振り幅がちゃんと小さく振れるかどうか、ちゃんと小さく振れるかどうか。もっとこっち狙う。これが小さく動くっていうのが最適なグリップ圧です。最適なグリップ圧じゃなかったら大きく動いちゃうので、大きく動いたら取り返しがつかへんから、緩んじゃったり
止めに行ったりするといろんな方向に球が出ます。まずは小さく動くグリップ圧を手に入れるってことですよね。それと素振りと全く同じ体勢で打つということよね。素振りと全く同じ体勢で。社長がゴルフを始められた時って、はい、緊張したこともあったと思うんですけど、パターですか、はい、なんかね、一度ねコンペに出させてもらったら怖い年長者の方がやって、僕の先輩2人がロングホールでイーグルとバーディー取られて、でその方パーだったんですけど、僕のパーパットがこれぐらいだったんですよ。 2.5 メーターぐらいの下りのこんなパット残ってて、その時に奥田君これ外したら全部お前のせいやしなって怒られて、これ怖いんだ、これ外したらどうしようって緊張しながら打った覚えがあります。入れましたけどね、入りましたけど、いやあの時は緊張しました。ちなみにその緊張をこう克服できたなっていうタイミングとかって何かありますか？普段通り、あんまり練習しないんでね、あの素振りの通りちゃんと動かすかで、素振りの通り素振りの通りと思っていつも打ってます。で入れようと思ってないんで、僕は例えばその時の再現でしたら、ここでこの方向に向かってここまで打ったら入ると思って僕は打つんですよ。あのボールにめがけてここまで打ったら入ると思って打つ。おっ、入らへんだ、入らへんだけど、まあここすれすれにここまで打ったらこの傾斜はこのようにして入っていくと思って打ってるんですよ。不安とか緊張とかは、無知から来ると思ってるんですよ。例えば夜暗いところが怖かったり、墓地を一人で夜中に歩けとか言われたらみんな怖いじゃないですか。知識がなかったら不安になるんです。不安からやっぱり緊張とか怖さとかが来るんで、まずはグリーンっていうものがどういうものか知れば怖さってなくなると思う。緊張しないためには素振りで緊張して動かへん人なんて誰もいないんですよ。素振りの通りいかに再現するかっていうのと、素振りの時は入れたい思ってないじゃないですか。本番になったら入れたいと思ったりすると素振り通りに動かないから、あのこの方向にこの強さで打とうと思って素振りしてるんですから、本番もこの方向にこの強さで打とうと思ったらちゃんと入ると思います。入らないんだけど。今日は緊張した時に、はい、うまく打つコツっていうことで、はい、バックスイングの幅が合うっていうことと、素振りの通りにちゃんと動くアドレスを維持できるかっていうところ、はい、まずこれが大事です。であとはしっかり握って素振りの通りの振り幅がちゃんとできるように、グリップ圧が強くなったり弱くならんように、はい、入れたいと思わないこと、はい、入れたいと思ったら絶対に失敗します。素振りの時に入れたい思って素振りしていいんでしょ、この感じかなと思って素振りするじゃないですか、はい、だから素振りの感じのまんまに打ったらきっといいストロークできると思うん で、 なるほど。で結果は後でついてくると。僕みたいに打った後に入るか入らんかの緊張したね打つ時まではここにこの通りって思って打ってもらったら緊張しんようになると思います。握りすぎは絶対に速いグリーンで正確な振り幅で動かんから、失敗します。握りすぎは厳禁。でも全部が緩んでたら、芯に当たらなかったらフェースがふにゃっと右開いたり左に閉じたりするんで、それを一回やったらその日一日違和感を感じるんで、絶対に緩まないこと、握りすぎないこと、緩まないこと、それを全部実現せよとはなかなか難しいことではありますけど、はい、試してみてください。ではもっとどうしたらいいの
って詳しく聞きたかったら、えのくんにフィッティングに来てください。以上、この動画が勉強になったと思われたらね、高評価並びにチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた来週。